皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、ロッカに来ました。はい、見ての通り塀が続いてます。はい、またいつもの、私の寝室に戻りました。なんでかっていうと、せっかく撮った動画を消してしまったんです。だから気を取り直して、暑いのでうちわを持ちながら、ちょっとお話ししたいと思います。はい、いつも見ていただいている方のリクエストで、イタリアでの離婚であるとか別居はどうなっているのっていう、その質問に答えたいと思います。まずね、イタリアはね、すぐに離婚できません。すぐにね、例えば夫婦で決めて、もうダメだからと言って2人で OK でも、例えば日本みたいにお役所に行って、ハンコと、サインでおしまいっていうことは全くありません。何が必要かっていうと、その離婚の手続きに入る前に別居っていう手続きが要なので、この別居っていうのが日本語的に言うと、ほら、別々にすればそれで別居っていうような取り方になると思うんだけれども、ちょうどいい、なんか直訳ちょうどいい言葉はないので、日本語的にはもう別居って言わなきゃならなくなっちゃうかな。とりあえずでもセパラチオネ、別居っていうことで、弁護士さんを通して、裁判所に行って、裁判官の印鑑と、署名を持ってして初めて別居成立となって、その状態である期間を経て、それでやっと離婚の手続きに入れるっていう感じです。それがイタリアの方式での、離婚の手続きになります。どうしてこんなね、面倒くさいね、もう2人で、もうすぐつもりも、一緒にずっと、いるつもりもないのに、こんなに長い手続きをしなきゃならないのかって思うんだけれども、まあ、私が思うに、カトリック教の考え方が大きく、影響されてるんじゃないかなと思います。男女が一緒になってね、一緒に生活を共にしてっていうことを、そんなに簡単に決めて、簡単にやめていいのかっていう、そういうことなんじゃないかなと思うけれども、でも実際のところ私はやっぱりわからないので、何か分かっている方とかご意見があったら、またコメントで言ってくれると嬉しいです。本当暑いですね。一言に別居って言ってもね、別居はね、2つあります。2種類あります。1種類目は私と夫、前夫が取った方法で、イタリア語で言うところのセパラチョネコンセンソアレって言うんだけれども、要するに日本語でどう言ったらいいの、協議別居、2人が双方が話し合いをして契約を決めて、その契約を1人の弁護士、あるいは2人のお互いの弁護士とお任せして、それで裁判所に行って
契約をして別居成立になるもの。もう一つは映画とかにもあるような裁判別居、うん、セパラチオネ・ジュディチアレって言うんだけど、まあ、それはどちらを選ぶかはそのカップル次第ですよね、うん、私も最初はね本当は離婚したくなかったし、私にしてみればね、あのね、道理が合わない彼の方が間違ってると思ってたので、すごくねやっぱりイライラして怒ってたから、裁判してやろうとかね思ってた時期もありましたけれども、周りの人にも説得されて、で納得いかないながらも自分の中でその時間も計るしお金も計るし、そのかかる時間の中で自分の精神状態がずっとネガティブなままで続くっていうのはやっぱり良くないなと思って、まあ、その当時はね説得させられて協議別居に踏み込んだんだけど、今思えば本当にそれで良かったなと思ってる。だってそんなね、例えば片方がすごく悪いにしても、まあ、それはね、まあその理由にもよるんだろうけど、うん、まあ私たちはまあ言ってしまえば性格の不一致も入るわけで、例えばね勝ちとか負けとかね言ったところで、その裁判に例えば10年かかったとして、どっちが勝ちとかどっちが負けとかって決まったところで、10年っていう年月はもう帰ってこないわけでしょ。だったらもうしょうがないけども、私は納得しない、彼も多分納得しないにしても、まあ、まあ前のところで手を組んでいった方が、うん、いいですよね。私もこれで本当にそれで良かったと思ってる。だから例えばこれから、うん、こういう私と同じような道を進む方、私も、まあ、できれば協議別居、まあ、別居がない国では、まあ、離婚もあるんでしょうけど、裁判とかになると長い上に体壊したりするかもしれないので、なるべく協議でやることをお勧めします、はい、それからね、気になる、費用の問題。費用はね、これやっぱり弁護士さん次第ね、弁護士さん次第だから一概には言えないんだけれど、2000ユーロぐらい、ルエミラーエウロとか、ぐらいかな、前後。安くしてくれても1500と言っても、それどうなんだろう、私は2000ぐらいって聞いてます。私の弁護士さんも2000って言ってて、前後との弁護士さんも確かそれぐらいだったはず。でそれプラス諸費用をいろいろ払ったみたいです。私はっていうと、その2000ユーロパッとその当時なかったので、どうしようって言って弁護士さんに、新しい方の弁護士さんにね、聞いたらば、こういうのあるわよって言って、要するに収入がねそんなに多くない人のための国からの援助っていうのがあって、それをねこちらで言うパトロナートっていうんだけど、それの手続きをしてやってみたらば、それが通ったので、で弁護士の費用は本当にありがたいことにこれも払わなくて済みました、うん、でね、どうやって決めるかっていうとね、そのパトロナートっていうのはこっちで言うね、イタリア人、イタリアに住んでる方みんな分かってる人が多いかと思うんだけど、イゼっていうね、計算方法があって、要はね、そのイゼっていうのはね、その人のね収入であるとか、持ってるものであるとか、一緒に住んでる人の収入だとか、そういったいろんなものを数字に表した貧乏具合貧乏度というか、お金持ち度というか、そういった数字であるわけで、それをね、イゼっていうのは、まあ、私も、このセパラチオネって言って別居の時にも使われたし、これから例えば離婚する時にも同じように、自分で出せない人はこれを申請する権利があります。その他にも、例えばシングルマザーの、ね、援助を受けるときにもとても参考にされる数値、うん、それが遺税です、はい、で私は費用は本当にラッキーなことに助けていただきました。子供がいるか、ね、カップルだと、その前も言ったように、急に
別居、それから離婚もできないんだけれども、私と前夫の場合は別居してから確かね、3年は経ってると思うんだよね。だからもうね、離婚の手続きをできるので、私も間もなく本当に考えて始めていかないかなっていうところです。娘も今ね、高校終わりました。で、大学に行くわけだけれども、どこの大学に行くかもちょっと本人もまだちょっとあちらこちら迷ってて、行く場所によっては私もいろんなことを考えなくてはならない時期に行きました。それもあって、離婚は知っておいた方がいいかなっていうところです。イタリアは大好きですけど、ね、ずっと居続けるべきなのか、あるいは、何かあったらコメントお待ちしております。娘さんね、いつもね、早いんだよね、終わるのが。もう一番最初、あんまりゆっくり打たない。チャオ。Eccoci qua.